循環アソシエーションっていうのは、明治学院大学の、ボランティアサークルなんですけど、昔明治学院大学に高橋純子さんという方がいて、その方がベトナムを訪れた際に、その途上国の貧しさというかそういうのに直面して子どもたちに何か支援してあげたいという思いがあったんですけど、その時に不慮の事故で亡くなってしまって、その純子さんの思いをすごい引き継いで、ゼミの方やご両親や先生方がベトナムに純子スクールというのを建ててくれました。ミャンマーとかベトナム行ったことあるんですか？はい、あります。ミャンマーはすごく人が温かい、歩いていたらもう気さくに話しかけてくれる人ばっかりな国で、目が、子供たちの目が一番すごいキラキラしてるなってすごい思って、で、あの子供たちは、あの子供たちが不幸だとは思わないんですよ。もしかしたら日本人よりもいっぱい幸せ感じてるかもしれないし、でも経済的に貧しいっていうだけで学校に行けなかったり夢が叶えられなかったりっていうのが現実的にあって、だからその彼らが夢を叶えられるように、で自分たちがなんか少しでも役に立てればいいなって思って活動してます。はい、なんで純子アソシエーションのサークルに入ろうと思ったの？高校時代から何か子供、世界中の子供たちの夢やきっかけを作りたいと思ってて、でもともと国際協力に興味があったので純子アソシエーションという道を選びました。じゃあ翼をくださいはどういうコネクションがあるんですか？以前3年前ぐらいですかね、ベトナムでその日本の歌だったり文化っていうのを一緒にみんなで共有っていうかしたいなと思って、で子供たちに一緒に歌おうっていうので私たちの後について歌ってもらったんですね。日本語の歌詞でも全然すぐ歌ってくれたんですよ。でそれがもう声が体育館に響く感じがすごくなんか心にいて感動的で、そして純子アソシエーションの、はい、ハンズのハンズのイベントに出させてもらった時に、ちょうどその時翼をくださいを歌って、そしてみんなが歌ってもらって、すごいなんか楽しかった、すごい感動しました。なんかその現地での瞬間とかをすごい思い出したし、なんかどんなに離れてる国だけど、でも歌ですごいつながっているなっていうのがすごく心にきて、それをすごい再現してもらったなと思って、みんなメンバーがとても喜んでました。私も嬉しかったです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。